見えなかった歩きづらかったりするから、ちょっと時間ムッピー頑張って。大丈夫かな、段差があるんで気をつけてくださいね。こっちこっち真ん中の方に上げてもらっていいですか。ありがとうございます。あー大丈夫よ。みんなの優しいキャラクターだからね、大丈夫よ。はい、はい、ありがとうございます。おなじみのキャラクターたちに集まっていただきました。大丈夫か。はい。あれ、知らないご当地キャラもいます？そんな言わないでください。はい、それではご当地キャラたちの紹介をしていきます。まずはじめに地元佐賀市の三越豆腐です。かわいいですね。三越豆腐よろしくお願いします。次は大牟田市のジャーボーです。あれあれジャーボーですが、あれあれジャーボーいないですね。あージャーボーですね。ただいま入った情報によりますと、大牟田市内の別のイベントにちょっと行ってしまいまして、今日残念ながら欠席なんですよ。申し訳ございません。気を取り直して、次に登場するのは荒尾市のマジャッキー。マジャッキーよろしくお願いします。それでは次に、本県の宇城市のこの城部長。シュールですね。写真をお願いします。この城部長よろしくお願いいたします。そして、友情出演としてここ九州佐賀国際空港のキャラクタームッピー、よろしくお願いします。そして最後は特別ゲスト、熊本県営業部長兼幸せ部長の熊本。
ので丸×に分かれていただきましたら、私の合図で真ん中に係がロープを張ります。で丸×に分かれていただいて、その後はもうロープ張った後には移動できません。そしてその後正解をゆるキャラたちに発表してもらいます。不正解だった方はクイズへの参加はそこで終了です。不正解の皆さんには係から参加賞をお渡ししますので、お忘れないように受け取っていただき、速やかにクイズのスペースから出ていただきますようお願いいたします。最後まで残った方が優勝です。優勝者には世界遺産に関する豪華賞品をプレゼントしたいと思いますので、皆さんぜひご参加いただいて、楽しんでもらいながら明治日本の産業革命遺産について知っていただけたらと思います。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは始めさせていただきます。よろしくお願いします。それでは全員起立お願いします。もう最初からね、いきなりかけちゃうともうね面白くないんで、2問は練習でいきたいと思います。最初は佐賀市のクイズなので、マジャッキーの、ニューストーク残っていただいて、ごめんなさいごめんなさい、ニューストーク残っていただいて、じゃあ問題いきますよ。はい、あ、前に詰める、もうちょっと全体的に、じゃあもうちょっとだけ前、どうぞ。いいですか。それではこれより世界遺産明治日本の産業革命遺産丸バツクイズを行います。最初の2問は練習としますので、安心して問題を聞いて考えてください。最初の1問目は佐賀市からのクイズです。じゃじゃん、問題。ニエツロッグが PR キャラクターの世界遺産は三越海軍署跡である。さあ、丸か×かどっちでしょうか。移動してください。カッチ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 。さあ、どっちかな。三越海軍署跡です。丸かな×かな。それでは係の方お願いいたします。皆さん、丸で大丈夫だったでしょうか。罰の人いませんか。罰の人で正解だったらこれ一発逆転優勝ですよ、一発。それでは正解をニエツドッグにお願いします。さあ、どっちかな。安心して問題を聞いて答えてくださいね、考えてくださいね。それではこれより2問目に行きたいと思います。2問目は大牟田市からの問題です。問題に、三池炭鉱は石炭、されるのは文化の日のですね、11月3日である。丸か×かどっちでしょう。あー、どっちかな。ちょっと難しくなったな。まあ、まだ練習問題ですからね、はい、ではこの大牟田市の問題はマジャッキーじゃなかった、
ムッピー、ムッピー大丈夫？ムッピー大丈夫？場所的に。ごめん、動けんね。くまもに。ちょっとすいません。手間取っております。申し訳ございません。ムッピーが動きづらいです。申し訳ございません。では、ムッピー。第2問の答え、よろしくお願いします。さあ、どっちかな？丸かな？わつかな？どっちかな？迷ってる。迷ってる。正解は？丸！練習なのでセーフよかったね。次から頑張る。セーフです。それでは次の問題に行きたいと思います。これから本当だよ。これからは次の問題から本番ですよ。今度の問題からは正解だった方は係のものから、この発表来た係のものから、豪華参加賞をもらわれて、スペース、このイベントスペースからちょっと出てくださいね。すいません、お願いいたします。もういいですか？よろしくお願いします。はい、いきますよ。それでは問題をよく聞いて考えてください。これより第3問目いきます。これから本番です。問題、次は荒尾市からの問題です。三池炭鉱万田港には炭鉱電車が2両展示されておりますが、炭鉱電車2両展示してあるんですね、がその車両の色は石炭と同じ黒色である。さあ、丸か×かどっちでしょうか。移動開始してください。三池炭鉱万田港に展示されている炭鉱電車の車両の色は石炭と同じ黒色である。丸か×かお答えください。おお、おーえー、あー、それでは係の方ロープお願いします。はい、もう移動はできませんよ。いいでしょうか？大丈夫ですか？移動はもうできません。不正は許しませんよ。はい、それでは、おっ、くまモンもこっちに来ましたね。それではマジャッキー、答えの方をよろしくお願いします。さあ、丸か×かどっちかな。正解は×です。炭鉱電車の色は赤色です。今年の7月から一般公開されております。おめでとうございます。それでは正解だった方は係のものが後ろにいます。向こうの方ですね。向こうの方に参加賞をもらわれてくださいね。一気に減りましたね。すごい、こっちの方が少なかったですよね。素晴らしい。知ってました？いや、知ってました。さすが三池炭鉱行かれたんですね。あ、行かれてないのに知ってたね。あ、見てた、ちゃんと。さすがです。さすが、動画をちゃんと見てたんですね。素晴らしい。さっき言いましたもんね、動画の中に答えあるかもしれませんよって、ね、はい、それでは速やかにあのスペースの方から不正解だった方は後でですね、記念撮影の時間取りますので、速やかに参加賞をもらわれてスペースの方から出てもらいますことをよろしくお願いします。参加賞もらわれるまで時間がありますので、すいません。この間にゆるキャラたちをちょっと間近で見てください。
はい、記念撮影はですね、このイベントが終わりましてから一度ですね、ゆるキャラたちだけで写真撮影を行いまして、その後、はい、わかりました、はい、後ほどですね、行いたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ、皆さん、真ん中の方にどうぞ。次の問題いきますよ。はい、続けていきましょう。次の問題は、浮き力の問題です。この城部長出番です。はい、それでは問題です。宇城市にある明治日本の構成資産は三隅西港であるが、三隅西港は主に三池炭鉱で取れた石炭を海外へ輸出するために使われていた。丸か×か、どっちでしょうか。からん、あ、どっちかな。からん、三隅西港は主に三池炭鉱で取れた石炭を海外へ輸出するために使われていた。ダメじゃない？あれ？答え聞いちゃってんの？不正は許しませんよ。はい、いいでしょうか。あ、係の者がもうせ、はい、5、4、3、2、1、0、はい、ここまでです。はい、それではこの城部長、答えの方をよろしくお願いいたします。さあ、どっちでしょうか。罰かな。待てよ待てよ、いやおっ、わおおー、正解は丸。丸の方残ってください。夏の方、後ろの方で3箇所をもらって出てください。申し訳ございません。ゲスワーク、いいですか、準備。あ、はい、ありがとうございます。ジャーボーのね、ジャーボーを持ってね。はい、では行きますよ。問題5、じゃじゃん。ここ佐賀市川添町に世界遺産はありますか。どうか、ある、あるが丸ですよ。佐賀空港がある佐賀市川添町には世界遺産がある。丸か×か、さあどっち。さあどっちかな、どっちかな、熊本どっちかな。川添町、ここ川添町は空港はありますけどね。世界遺産あるのかな。どっちだか。さあ、係の方、真ん中にロープをお願いします。見てるんじゃない。はい、終了です。おおっと、真ん中はちょっと家族かな。違う、家族ではない。2人が残っております。ちっちゃい子が1人ですね、参加してる。さあ、どっちかな。じゃあ、ミストで答えの方をお願いします。どっちかな。正解は、おっと、枕になっちゃった。正解は、お願いします。さあ、どっちかな。正解は丸かな。
とうございます。お名前は尾関さんだそうです。おめでとうございます。最後までね、あの頑張ってくれた女の子のお名前は最後まで ありがとうございました。あの、興味があるキャラクターとかいましたか？ぜひ、上司に整理してください。ありがとうございます。じゃあ、お家の人とね、上司の世界に行ってみてください。よろしいでしょうか。あと5秒です。5、4、3、2、1、1、1、0。ありがとうございました。じゃあくまモンはですね、ここでもう人気者なので次のイベントがありますので、退場されます。くまモンありがとう。皆さんまたですね。
ございます。失礼します。バイバイ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 。普通に控え室に